例えば認知症、脳梗塞、パーキンソン病などの脳疾患も栄養失調の原因となります。1ヶ月で 5% 以上の減少が注意信号となります。こんにちは、亀田総合病院総合内科乃木正之です。高齢になると食事に関する様々な課題が出てきます。食欲がなくなる、噛むのが大変、飲み込むのが苦手、これらは一見年のせいと諦めがちですよね。しかしこれらの症状は放置すると健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。今回は高齢者の栄養失調に焦点を当てて説明します。高齢者の健康を保つために知っておくべき重要な情報を共有したいと思います。高齢者の栄養失調は食欲の低下、噛む力や飲み込む力の減少、入れ歯の不具合、そして消化吸収能力の低下などが複合的に絡んで原因となります。噛む力、飲み込む力に関しては加齢だけの問題ではなく、例えば認知症、脳梗塞、パーキンソン病などの脳疾患も噛む、飲み込む動作をコントロールする能力がゆっくりと低下し、栄養失調の原因となります。また例えば慢性閉塞性肺疾患 COPD などの場合、通常よりも呼吸にエネルギーを使うため、食事で摂る以上にカロリー消費があり、相対的にカロリーが不足し、適切な食事を食べているつもりでも痩せていくこともあります。栄養失調の主な症状としては、疲れやすさ、体重減少、筋肉量の低下、転倒、骨折、そして免疫力の低下があります。特に体重減少に関しては、意図せずに体重が6ヶ月間で 10% 以上の減少、または1ヶ月で 5% 以上の減少が注意信号となります。また全身の筋肉量が減った状態をサルコペニアと呼ぶこともあります。サルコペニアの診断には2019年、日本を含めたアジアにおけるサルコペニアワーキンググループの合意に基づいて以下のような診断基準が提唱されています。 1. 筋力の低下に関してですが、握力で判断すると男性で 28kg 未満、女性で 18kg 未満が基準となります。2. 身体パフォーマンスの低下に関しては、6メートル歩行速度が秒速1メートル未満、またはショートフィジカルパフォーマンスバッテリースコアが9点以下、または5回の椅子立ち上がりテストが所定の時間以上かかることが基準です。3. 筋肉量の低下に関しては、四肢の骨格筋量を正確に測定できる装置を持つ施設では、デュアルエネルギー X 線吸収測定法 DXA で男性の場合は体表面積あたり 7kg 未満、女性の場合は 5.4kg 未満が基準になります。バイオインピーダンス法 BIA を用いる場合は、男性の場合は体表面積あたり 7kg 未満、女性の場合は 5.7kg 未満が基準になります。このような測定機器がない施設では、BMI 値が 18.5 未満、またはふくらはぎの最も膨らんだ部分が男性で 34cm 未満、女性で 33cm 未満が診断の参考になります。加齢や体調不良、病気などをきっかけに食欲が低下し、食事量が減ることで必要な栄養が不足します。その結果、全身の筋肉量が減っていきます。この時、噛んだり飲み込んだりする力も落ちてしまうと、飲み込みづらくなったり、むせやすくなります。そして、筋肉量が減ることで体力も落ち、疲れやすくなると、次第に体を動かすことが億劫になり、だんだんと体を動かす機会が減ってきます。そのため、さらに食欲が出てこないといった悪循環に陥ることがあります。高齢者の栄養状態に関する診断は、血液検査、筋肉量や体重測定、そして食事の評価を含む一連のテストによって行われます。こちらは、日本、欧州、
米国などの国際学会が合同で2018年に発表した GLIM、GRIM という世界初の低栄養の診断基準と重症度の図です。これまで一般的に栄養失調の評価として使用されていたプレアルブミンという採血項目の有用性は疑問視され、最近では体重減少や体組成計を用いた骨格筋量指数 SMI などの客観的な身体測定の重要性が強調されています。高齢者の栄養失調の治療としては、バランスの取れた食事、栄養補助食品の摂取、そして適切な運動が推奨されます。栄養失調の原因が飲み込む力の低下であれば、言語聴覚士による嚥下リハビリテーション、入れ歯の不具合であれば、歯科技工士などの専門職の介入も行います。飲み込む力が弱っているうちは、食事形態を食べやすい形に調整することもあります。加えて、理学療法士による運動リハビリテーションを取り入れることで、筋力低下の予防を目指すことがあります。予防のためには、定期的な運動、バランスの取れた食事、そして医師との定期的なチェックアップが重要です。ここで言う食事のバランスとは、1、タンパク質や乳製品などの筋肉と骨を作る源になる食品群、2、野菜や果物、発酵食品などの体の調子や腸内環境を整える食品群、3、炭水化物や脂質などのエネルギー源となる食品群。これら3つの食品群をバランスよく摂取することを指します。また、最近では心血管系や腎臓の病気の予防には大豆食品のような植物由来のタンパク質の重要性が強調されるようになってきました。飲み込む力を単一の機能として考えるのではなく、全身の筋力や運動動作の一環なので、全体的な活動量を維持し続けることが大事です。また、食欲の低下の原因は、加齢だけではなく、うつ病、甲状腺機能低下症、低ナトリウム血症など様々な原因が考えられるので、かかりつけの内科医や総合診療医、家庭医などに相談することが大事です。高齢者の栄養失調は、適切な対処と予防が大切です。健康を保ち、快適な生活を送るために、これらの情報を活用してください。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。